どうも、ロードシルクチャンネルようこそ。シルクロードの個人チャンネルでございます。サプライズ動画でございます。結婚記念日、結婚してまあ1周年、1年経つとね、結婚記念日やっぱりここで何かしたいと男は思うわけですよ。まあそうなんか知らないけど、まあ俺は少なからず思うと、結婚記念日にね、何かプレゼントしたいなと思ってたんですよ。まあ、プロポーズね、まだまあ動画とか出してないですけど、まあ、バラの花束あげたりとか、指輪をあげたりだとか、食事に行くとかありましたけど、まあ、やっぱりね、すごく1年記念日って大事だとは思うんですよ。ユンちゃんも結構ね、記念日とかそういうのね、もう覚えてたりするタイプなので、絶対ね、あ、1年記念日だってなってるはずなんで、何かしてあげたいなと。で、僕もう決めていたんですよね。何するか。それはですね、いつも俺が行かなそうなところに食事に行って、でそこで何かを渡すと。僕結構ね、普段はどちらかというとね、まあ食に無頓着なわけではないんですけど、高いもの食べに行くとかってあんましないのよ。俺は俺の好きな食べ物を食べたいっていう派だから、あとまあ相手の好きな食べ物に合わせたいっていう派なのね。まあ、だからお金を出してなんかこう高いもの食べに行こうぜっていうのは、まあ、ぶっちゃけあんまない。いいと思うけどね、まあ、俺らもたまにご褒美みたいな感じで行く時もあるけど、でもね、ほんと圧倒的に赤ちょうちんの居酒屋とか、よく行くお店みたいなのに行ってます。デートの時とかはね、大衆居酒屋とか、ほんとそういうのが多かったからね、なんか個室のどっかとかあんまなかったからね、知り合いの店とかね、そんなんばっかでした。そんな、俺がですね、ちょっとこう夜景の見える場所で食事したいなと思っております。プロポーズの時もね、どっちかというと、まあ、海が見えてみたいなところで食事したんですけど、今回はね、ちょっと夜景で、まあ俺そんな選ばなそうだろう、なんかこの見た目からもそうでした。でもまあね、その気になったらやりますよというところはね、やっぱちょっと見せていきたいと。まあでもね、皆さんのおかげでね、見てくれてる皆様のおかげでこうなれてるんですけど、忘れてませんか ?2019 年、最も再生されたクリエイター、世界9位、日本1位も何度か取れてる。再生回数、ロング尺だったら、日本1位ですからね。こう見えて、この、短パン、半袖、小僧、やるときはやると。お察しの通り、今回、プレゼント吹っ飛ばしました。飛ばそうと思って行ったんじゃなくて、俺が欲しいのを買おうと思ったら値段見てなかったんですよ。値段見てなかったんですけど、値段見たらビビったっていう。今回ですね、サプライズ、夜景の見える場所で食事していて、そういえばプレゼントがあるんだけど、で渡そうと思ってるものがあります。それっていうのが、やっぱりね、結婚記念日1年目、ド派手に行きたいと。結婚記念日でね、これ渡したいと思ってたんですよ。これです。ドン、ハリー・ウィンストンで、これ買ったらね、シャンパンいただきました。夫婦時間の時に軽く飲めればいいかなと思ってますけど、これを夜景の見えるお店で渡したいと思ってます。こちらちょっとね、中見せることはできないんですよ。なぜかっていうと、本当に、綺麗にね、ラッピングをしてもらってるので見せれないんですけど、第一印象もすごいし、これは絶対買いだと思って、こちらをね、私選ばせていただきました。ユンちゃんのリアクションを見て皆さんも楽しんでいただければなと思います。この大きさの指輪は絶対一生に僕は一度プレゼントしてみたいと思っていたんで、ド派手なものを選びました。ということで、これプレゼントしたいと思います。はい、ということで、はい、結婚記念日のディナーです。おめでとう、いつも。おめでとうございます。ありがとう、いつも。あっという間だったけどね。気づいたらもう1年ね、あれもうなんだ、あ、うん、そうだみたいな、本当だみたいな感じだね。届け出をして、うん、あれから1年ですよ。平和すぎたね。そうだね。春秋さんです。コルクはですね、今ユンちゃんママと、ね、はい、ユンちゃんの家族とがね、見ててくれてます。で、今ね、ちょうど寝てるんで、うん、その寝てる時間に何時間もここにいるわけじゃないんで、すぐ食べてね、まあちょっとゆっくり話しながらしたら帰ろうかなと思ってます。心よくね、行ってらっしゃいと言ってくださったので、ゆっくり素敵なまで言われた。ああね、言ってくれるんで優しいよな、本当に。優しい、でも早く会いたいしね、そう、ね、コルクに早く会いたいしな。そう、一緒に寝たいんだよね。ね、よし、じゃあ頼みますか。普段俺がね、逆にこういうとこに来ないからこそ、今日はそう、珍しいと思ってでしょ、あえてこっちしました、うん、焼きそら豆ある。はぁ、焼きそら豆ある。これは欲しいな。ああ、はい、ありがとうございます。はい、すいません、結婚記念日に乾杯。乾杯。イエーイ。いえいえ、こちらこそ。ノンアルでも美味しいんだよね。あれ、ノンアルって今うまいのよ、めちゃくちゃ、うん、まあこの後ね、コース料理なんで、昨日の夜の夫婦時間とか今日の移動とか気づいたかな。え、伏線があったの。伏線があった昨日から。昨日、いや、もっと前からって。はい、ありがとうございます。こちらが前菜の2種盛りです。はい、どうもです。
うん、まっ。美味しすぎる。ブロッコリーめちゃくちゃうまい。これなんです？ハリー・ウィンストン。はい。僕らの結婚指輪。結婚指輪。ですね。で、婚約指輪がどっちかというと、ゆんちゃんって中を見られたいって人じゃん。そうだね。内面的な部分、綺麗な透明度の高いもので、婚約指輪がそういうすごく透明度の高い俺が好きなデザイン、なんかもうフォルムが綺麗なを選んだ。これは僕が探してたやつ。探してたやつ？はい。まあ開けてください。え？やっぱゆんちゃん人にあげてばっかなんでそう、だから僕からの結婚記念日でプレゼントです。どうぞどうぞ。え、もう開けていいよ。触れないんだけども。俺結構実は会話で言ってたんですよね。え、せーの。おー、うん、せーの。なに？どういうこと？え？めっちゃ鳥肌。どうやって？すっごいよ、もう。これダイヤの周りにダイヤが2周されてるんですよ。ほんとだ。すごい。この縁の部分も全部だよ。うん。これはね、うん、今ちょっとサイズ少し大きいと思うんだけど、うん、これを今度刻印入れに行きましょう。今度行ってサイズも調整します。ハリー・ウィンストンの中で店の奥の前とかに、正面とかにドーンって飾ってあるやつです。お取り寄せの予約して、うん、でちょっと経って僕が購入しに行ったって感じなんですよ。知らんかったでしょ。ねえ、なんで？俺が内面を見てゆんちゃんは内面これっぽいなっていうのを最初の婚約指輪で渡して、やっぱゆんちゃんは華やかなイメージとか、やっぱりみんなから見ても可愛いと思うんだけどっていうのを、この第一印象、これは素敵だなとか、あ、ゆんちゃんのこの第一印象、華やかさに合ってるなをずっと探して、見つけて、取り置いて、予約して、買ったんだ。やばいよ、これは。重たいもん。めっちゃ重たいでしょ。薬指だと重たい。それに、後で刻印、まあ、記念日だったり、二人の名前とか入れようかなって。これを今日はプレゼントしようと思ってここに。伝えとくわ、これがどのくらいしたか。え、待って。でしょ。やばいよ。おもろ。恐ろしいよ、それ現金払い。恐ろしくない。恐ろしくない。これ以上はないんじゃないっていうものを今日プレゼントしようって、もう数ヶ月、まあ前からかな、ずっと考えてたんで、ようやく渡せました。ざっとわらわらしてる。でかっ。でかっ。おっきい。どの角度からも、どっから見てもキラキラ。そう、キラキラでしょ。よく。あー、そのお金使って大丈夫なのって思うかもしれないんですけど、世界9位取ってますね。うん、はい、大丈夫です。これ自信持ってます。大丈夫です、心配しないでいいです。うん、ガクガクガクだから。これがシルクロードです。もう汗が止まんない。2人の思い出ゾーンがあるんだよね、テレビの横に。うん、あそこに飾ろう。存在感やばいでしょ。叶いました。叶わせてくれてありがとうございます。いやいや、私も夢でした。ありがとうございます。いやいやいや、はい。お、チミ来たよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。現実じゃないみたいでしょ。うん、マジで店で一番でかいやつでした。まあ多分分かる人は分かると思うんですけど、まあ、家立ちますね。重くて回っちゃうもん。そうなのよ、そうなのよ。まあ後でね、サイズ調整とかは一緒に行こうと思ってて、ちょっと大きめのでも大丈夫ですか。そのサイズが、うん、指もちゃんと測ってたし、うん、ゆんちゃんのね、測ってたんだけど、国内になってる。そう、そうなの。そうだから、サイズ合わせするのにそいつ海外に一回飛ばさなきゃいけない。
重なやつだから。うん、ありがとう。いえいえいえ、こちらこそありがとう。うまっ。驚く。うん。そんな驚くことあんだね。YouTube やってるとさ、大抵驚くのとかさ、やっぱいろんなことに慣れてくじゃん。うん、人生で一番驚いてる。驚いてるし、ずーっとぼーっとしてるもんね、だって戸惑ってる。あのおしゃべりのゆんちゃんが喋らなくなってますからね。いっぱい人にプレゼントするじゃん、あなた。車とかさ。ね、で、何でもやっぱ人にプレゼントするんだけど、でそれで別に見返りを求めてないんだけど、うん、返してあげれるのは俺かなっていう。石が大きいのももちろん、うん、俺は今回求めていたもの、これを求めてたんだけど、うん、それだけじゃなくて、それ石が大きいのにもかかわらず、うん、周りが上品にダイヤであしらわれてるっていう。そう、石だけじゃないの、大きいの、うん、周りもデザインがめっちゃ綺麗。やっぱユンちゃんは黄色のイメージでしょ、うん、だからなんかちょっとひまわりみたいだなと思った。うん、そうだからすごく合ってるなと思ってこれにした。ダイヤが見合う女性になれるように、うん、なれるように。また背負わせようと思ってない。、うん、覚悟しろよではないから。いろんな店行ったのよ、実は。ドンピシャすぎて、おめでとう。ありがとう。やったそれでええわ。すごすぎ。すごすぎ。ここからコース料理もあるし、ね、ずーっと喋っててもずーっと進まないんで、食べれない。うん、おめでとう。衝撃すぎてありがとうございます。帰ってきました。ただいま。ただいま。もうなんかいろいろやってね、そう、寝かしつけとかも、うん、ね、あといろんな準備があったりして、それもいろいろやって眠ってます。モニターがここにあります。そう、かわいい、寝てる。あのあとね、ちょっとこう夜景の見えるところに移動して、ちょっとね、デザートなんか食べながらね、帰ってきたみたいな。めっちゃ綺麗だったね、大きな窓で、うん、そう、キラッキラな東京の夜景が。そうだったね、東京が一望できましたね。うん、ユンちゃんからもね、実はプレゼントいただきました。家族用というか、はい、うん、でいただいて、で、まあその動画はね、多分ユンちゃんの方に上がるんだろうな。私も準備してたの、ね、うん、そうだよね。そう、渡そうと思って、うん、でも先にこれが来たから渡しにくくて。いやでも渡そうって。いやでもあれはやっぱ家族に関するやつじゃん、まあ、結婚記念日、やっぱこう2人のっていうのが、まあ、俺から渡す、これが夫婦のやつ、あれは家族のやつみたいなね、かなりバランス取れてると思うんですよ。何何、ありがとう。フォロー。フォローじゃないよ、別にフォローじゃないね、あれいいものだから。優しい、ね、めちゃめちゃいいものだからね。ハリー・ウィンストンはね、こういう開き方なんですよ。カッ、カッと、はい、こんな感じです。まあこの結婚記念日のこれで指輪編完結みたいな。デザインがいいでしょ、まず。うん、なんかただでかいだけじゃない。そうそうそう、うん、デザイン上品だよね。そうそうそう、ただ大きいからっていうので選んでない、これは。うん、ちゃんとデザインも含めてこれいいなと思って。なんかよく一個の理由で買わないよね。俺絶対それはない。今あそこに飾られてるものすべていいなって思ってあそこに置いてる。ジェンダーリビールの、あの、あ、ウェルカムベイビー。そう、ウェルカムベイビー、ああいうのとかさ、うん、ただ高いじゃない。私のことも過去を知ってストーリーを知って、だからこそ好きになったってこと、うん、まあまあそうだよ。だから内面って言ったじゃん。それは嬉しいね。こんなに愛されたの人生で初めて。なんかこの29とか、うん、まあ、もうすぐ30になりますけど、私たち同い年で、ね、うん、やっとここから、うん、あ、幸せになれるんだなというか、知らない幸せじゃないけど、うん、あ、そう、うん、今までは自分を優先なんてしてこなかったからね、うん、自分のために物買ったりしないし、うん、なんかイメージないからね、やっぱり誰かに与えてるってイメージだったからこそ、うん、それが幸せなんだよね、私。うん、わかるわかる。喜んでくれるじゃん。そう、俺もだからこういうので喜んでくれるのも嬉しいし。そう、なんかこうやってそんな思ってくれる人いなかったかも。人に向けて何かをしてるっていう姿をいっぱい見てきたのもあるから、やっぱどっかで返してあげたいよねっていうので、たった一発ドーンっていう返し方は俺は好きじゃない。段階踏んで返してくって。そう、継続的に返してくれる。そう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 。ここで来るんだそれとか、うん、そう、ここで来ると思ったら来ないんだとかっていうストーリーに緩急とか持たせるのが好きだから、たった一巻が面白いんじゃなくて、一巻ちょっと中だるみするけど、ここで面白くなってクライマックス迎えるみたいな、うん、
そういう段階分みたいなストーリーが大好きなんで、いろいろと考えた結果ああなったっていう。じゃあどうぞどうぞお尻かゆくなってきた。パンツ履いてる？履いてない。こらこらこらこれプレゼントしたやつでパンツ履いてないのやばない。楽しい結婚記念日でございました。これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、どうもよろしく。どうもよろしく。コルクもよろしく。よろしく。プペちゃんもよろしくね。そして両方の家族によろしく。そして視聴者さんにもよろしくお願いします。お願いします。こんな夫婦ですがよろしくお願いします。これからも仲良くやっていきます。はい。ってな感じで休みましょう。歯磨きの時間。歯磨きしよう。